ので、はい、今日は、うん、双子の妹みっちゃんに、はい、100の質問、イエーイ、パフパフ。やったことありますか、100の質問？ないです。ないよな。ないないない、意外と案外ないよね、100の質問って、ね、なので、うん、みっちゃんに100個、うん、オッケー、したいと思います。どんとこい。でも長くなったらやんで、うん、もうスピードで答えてほしいです。オッケーオッケー、任せて。いきます。じゃあ、うん、このリズムはバンバンなんちゃらは、オッケー、なんちゃらオッケーオッケー。さくらもこれ結構大変やんな。さくせんもこれだって考えながら言うってことで、すごいわ。じゃあリズム、はい、リズム100質、オッケー、やっていきましょう。ショー、いきまーす、はい、名前、谷川美月、ニックネーム、みっちゃん。好きな色、水色。メンバーカラー、水色。好きな食べ物、ご飯。好きな飲み物、飲み物。好きなスイーツ、美味しいやつ。ちょっと待って、答えになってない。なんかほんまに分からない。え、待って、面白い。ハトさんがやりながら、もう何個聞いたか分かんない。難しい難しい。なんか飲み物って言われてさ、思い浮かばへんし、美味しいやつみたいな。もう一回やらせて、うん、頑張ろう、頑張りたい。続きからね。オッケー、いきます、うん、せーの。好きな季節、ゆうゆう。好きなキャラクター、キリミちゃん。好きな場所、いいえ。出身地、京都。身長は、160。好きな家、自分ち。何好きな家？人んち好きなやつもらう。一戸建てとかかもしれない。ワンルームとか。そうそうそう。間取り、間取り、間取りやった。間取りかもしれない。一番自分ちが。そう、自分ちが好きかな、やっぱり。オッケー、いきます。ちょっとね。もう今何個ぐらいいったか、20ぐらいいったかな。20ぐらいいったかな。うん、いったいった。あと80。終わり長。みちゃんさ、身長160って言っちゃってんけど、161って設定にしてるから。あ、設定の、そう、間違えちゃった。とっさに160って言っちゃった、うん、でもの残るから、あ、160です。訂正しておきます。違う違う、間違った。訂正も違う。161です。そう、自称、自称160です。あ、よかった。よしよし、じゃあいくな。いけ。やばいや、もう思いつかへんやん。いきます。いけ。休みの日の過ごし方。食べて寝て起きて。週2。ドラマを見ること。特技。ダンス。好きな漢字。人生。座右の銘。弱肉強食。四字熟語。弱肉強食。好きなパン。オリーブオイル塩にかけたやつ。得意科目。音楽。苦手な科目。数学。長所、よく笑う。短所、寝不足、寝起き悪い。姉の名前、リオナ。姉の身長、159。姉の特技、ダンス。姉のニックネーム、リオニャン。姉の好きなところ、いつも一緒にいるね。いつも一緒にいるんだよ。現状報告。好きなとこじゃないやん。好きなとこじゃないかな、分からへんで、ね、いつも一緒にいるっていうことがもう好きかもしれない。あ、確かに。そう、哲学みたいな。哲学、これ何個ぐらいいったかな。もうあと80くらいいったんじゃないかな。あ、じゃあ、あと20か。あと20。いきまーす、はい。好きなパスタ。最近和風パスタがめっちゃ好きで、なんか今までは結構クリームパスタとかスープパスタ系が好きだったけど、和風パスタ美味しいなって思うようになってきて、やっぱちょっと味覚も大人になったなって思います。好きなピザ、チーズがいっぱいのやつ。好きなキャラクター、キリミちゃん。好きな YouTube、そりゃサクさんのチャンネル。いや、サブさんとかすごい好きやし、あのサブちゃんの中で一番好きなやつは、うん、ムーちゃんとサクさんが2人でなんか小中高のことを語ってるやつ。あれめっちゃ好きです。好きなツム。好きなツム。好きなツムか、迷っちゃうな。
けなつむ。マレドラ。好きなお菓子。ポテチ。好きなコンビニ。ファミマ。好きなファミマの商品。全部。難しい。もうさ、リズムも無視。喋ることによってさ、ちょっとリセットしちゃった。リセットしちゃった、ね、うん。ごめんごめん。ということで、答えたくて。はい。100の質問。はい。で終了。いやー、100個あっという間やったね。あっという間でしたね。何時間かかるかと思ったけど。本当に5分で終わりました。5分で終わりました。すごいわ。ということで、このね、うん、みーちゃんのことたくさん知れたかなと思います。ね、はい。まあ、次回はね、他のメンバーの100質問をやっていきたいなと思うので、うん、ぜひお楽しみに。はい、バイバーイ。